ついに前回ワールドグランプリ最終戦に臨むことになった矢神。しかしながら本当にこれで終わり？矢神の違和感の答えを見つけに行く。マジか、やったか。これエンジン3なのに直線あっちの方が速いんだよな。やばいな。いや金稼ぎとしては別にいいかもしれないけど、マシンスペック買っちゃってる以上終わらしたいのよ。次行きたいのよ。せめて2位ぐらいになっとかないと。あー待って待って待って、2位ぐらいになっとかないとマジでやばい。おっとっとっと、おそこで事故ってくれたね。俺もだけど、なんかね、多分だけど今の2位と3位結構交互にというか、必ず2位が2位になってるわけではない気がするんだよね、スコア的に。だから順当なスコアが出て1位が取れりゃいいし、同着1位でもいいんだったらもう別に6点差あったから同着で1位にはなるはずなんだよな。どうなるんだろう。まあとりあえずこれでグランプリが最終戦終了。最終戦まで終わりましたが、どういう判定になりますか。あ、全然大丈夫じゃん。よかったー。これでワールドグランプリが終わって、コングラチュレーションズ。あ、終わり？あれ、この後にも何回か来なかったっけ？裏ステージみたいな感じの。あれ、来なかったっけ？いや、だって悪魔のパーツまだ手に入ってないぜ。だからこれスタッフロール流れてからもあるパターンのゲームじゃなかった？ちょっとあれしようか、今このスタッフロールが流れてる間にスマホの方で調べてみようか。ちょっとね、まあこれで終わりだったら終わりで俺は全然いいんだけど、あれなのよね、あのチョロ Q のさ普通のやつが出てきちゃうだよね。で待てよ、コース初級、待って、初級、雪山が出てなくない？ワールドグランプリ、ちょっと待てよ、ワールドグランプリ春が終わってこのあとワールドグランプリ冬出るな、やっぱり。でもなんかおまけ追加ぐらいなのか、あくまで。でああ、春の大会が終わるとこれで冬のグランプリが出るようになって、で冬のグランプリもクリアすると、まあ、また違うのが出てくるみたいな。なるほどなるほど。待って、ウイングの話見れるな。あ、設置能力が上がるんだ。だから買った方がいいんだね。で AT5 一足、パラメーターが違うのか知らんけど、パラメーターが違うのか知らんけど、でもこれで、おー、まず雪山が出るのか。出たね、雪山ショートコース。でなおかつここに最高のシャーシとかが出るようになるね。なるほど。でとりあえずじゃあウイングでビッグウイング買って、買い取りでビッ、違う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 、
これでビッグウィングにしてスモールウィングを販売する。なるほど、だこれらを買いに行きてえわけか。で雪山が出たからスタッドレスが必要なのか。なるほどね。でとりあえず最高のシャーシ買えばそこそこなんつーの動いてくれるみたい。これまで来たらな、この冬のワールドグランプリクリアしてよな。でこれになると1500になるんだね。あーなるほど、雪山ショートコースが1000円。こうなっちゃうとね、1個前のやつでもうちょっと金が貯めれるんだったらそれはそれで良かったかもみたいな感じになるね。であとはショートとロングが出たのか。そうね、にしても金稼がなきゃいけないっていうのがひたすら続く認識だね、認識だね。しんどいね。でもそれしかやることがないもんな。でこれハイスピードでいいらしいよ。まあ今となっては3200で最高出ちゃったから、あ違うハイパー出ちゃったからこれ買いに行くけど、ちょっとまた金貯める動きするか。でとりあえず AT5 ハイパーで、これで AT5 ハイパーにすることでさらにスピードが上がるようになったので、いやーでもこっからの金貯め地獄だな。何回やらなきゃいけねえんだよって話だし。でも一回あれだよね、あの冬のこのワールドグランプリがどれぐらい何敵が速くなってるか、今途中でエンジンも3に買い替えたわけだし、何ギア比に関しても一番スピード、まあオートマだけど一番スピードが出るセッティングにはしたつもりなんだけど、1位やばくない？え1位やばくない？なんなら消えたじゃん、全然見えねえ。うわー、だこれ1500円を稼ぐってのはほぼ無理だね。だから、あ、やべ。だから、やることとしては、でも2位になっても賞金なんかないからな、あの、総合2位？総合2位でもメリットがあればね、まあ、とりあえずこのワールドグランプリ回すのが正解になるんだけど、要は今、腕前がどうのこうのじゃなくて、スペックが足りてないもんね、純粋に。だからまあやるんだとしたらっていう感じだけど、この後にまたこれめちゃくちゃ何回も走ってパーツ一個一個買い替えてやべぐらいしかないかな。まあ2位キープできれば、最後の事故があっても2位キープできるんだから1位と2位の間すごい差だよね。このブラックマリアっていうのが倒せねえんだろうな。異次元のスピードを持つ車、ブラックマリア。今の八神が完璧な走りができたとしても明らかにスピードが足りない。これはエンディングではなくエンドコンテンツの領域なのか。で最高のエンジンが15000、最高のタイヤが15000。そうね、もしこれを全部買うんだとするんだったら上級コースを、ちょっと待ってよ、シャーシまで買ってから考えるか。もう上級サーキットのこすってる回数やばいよね。ここだけで67キロ走ってんだから、いやでもこれが一番速くなっちゃうよね多分ね。だって1分、ベストラップ2分40秒で終わるんでしょ。ビッグドーム、ビッグドームで潰せるならビッグドームが一番早いのか。ちょっとビッグドーム詰めるか、頑張る。
圧倒的なスピードの前に矢神は悩んでいた。もうこれは前回流れたエンディングで終了でいいのではないかと。冬のワールドグランプリはあくまでエンドコンテンツとして処理するならば、これにて終了でもいいはずなのだ。さて、こっちじゃねえや。最高のシャーシが買えるところまで来たんですが、時間を確認したところ、少なからず最高のエンジンとかがないと太刀打ちが難しいと、ブラックなんたらに。で、今まあ最高のシャーシ買ってみて、オフロードプラス3でちょっと勝負挑もうと思うんですけど、これであまりに大差が開くようであれば、なんでしょう、お金稼ぎは作業でしかないので、ちょっとゲームマスターの意図ずれるかなと。ただ最高のシャーシを買ったことで最高速度が上がってるので、それで追いつけるんだったら、追いつけるんだったら話は変わってくるかなと思ってるんですけど、抜いたぞ、お抜いたぞ、最高のシャーシ買ったら、いや後ろにいる。最高のシャーシだけで、うわー、最高のシャーシだけでは話にならんか。ちょっと雰囲気あったけどね。いやー、話され具合がえげつない。ただ最高のシャーシを買ったことで最高速度が200キロ突破したので、これで要は何でしょう、新しい次元に突入はできてる状態ですね。で、まあ賞味アイスのところはオールラウンド3で戦うとかってタクはあるんですけど、にしても勝ち目が薄い、捉えてはいますけど、いや終了の予定で長す、いやー200キロ出てるとマジちょっとしたオーバーステアでもうボロボロになる。これどうしようかな。まだ脈があって見たいって人もいるのかな。それにもよりけりなんだけど、苦行は苦行だよな。この状態でレーシングタイヤに履き替えて初級コースが戦いになるんだったら、初級コースでちゃんと1位取れればワンチャンはあると思うんだよね。金稼ぎに関しても、金稼ぎがね、もうね、明らかに無駄な時間だけ取られるのがもう目に見えて分かってて、それの震えが止まらないっていう感じなのよ、本来で言うと。なんだけど今だとな、ちょっと状況違ったな。諦めないでもうちょっと頑張ってみるっていうのもワンチャンある流れできたな。いやどうする、いや消えたけど、あいつだけ完全に消えたけど、いたねー。まあもうここは一回しょうがないとして、あっちもそれなりにやばい減速はしてるはずなのよ。いやでもこれ対戦できてるな、最高のシャーシ買ったことで。でビッグウィング買って接地面が増えたから、曲がれなかったところも曲がれるようになってんだよな。詰まったなあいつ。これワールドグランプリ冬までか。あーマジか。今一度覚悟決めるか。いや難易度がねちょっとた爆上がりしちゃってるからと思って、スタッフロールも一回流れたし、ちょうどいい節目だったのかなと思ったのよ。でも
ゲームマスターってそういうコーナーじゃねえよな。行くか。今2002で落としてるから、で雪の面はもうしょうがねえと思うんだよ。スタッドレス変えてねえから、あれオールラウンドのタイヤで行くしかねえから。オフロードで走れねえのかよって感じだけど、追いついてきてない？ちょっとあまりにも。大丈夫大丈夫大丈夫。ここはあいつあんまり得意じゃないんだな。だから取れるところで着実に取ってってって感じか。上級コースは走り込んでるから悪くないタイム出る気がすんのよ。だからそうなるともう純粋に入れ替わる山のコースでどうなるか、プラス普段のコースでどれだけミスなく走れてスムーズに取っていけるかっていうところがポイントになりそうな気配だね。 OKOK。 いやあのね、これね、一番最後にね、悪魔のパーツっていうのとかがあるの。66,600円とかで買えるんだけど、それ買うのはもうマジで作業だからやんないけど、最高のシャーシを手に入れたことによってちょっと片道切符もらった感じがあるので、そこまでは詰めましょう。わかりました。オッケーです。なので冬のグランプリ優勝を目指して頑張りましょう。間に合わせですけど、スタッドレスプラス1を買いました。だこれの状況にもよりけりですけど、あーでもスピードの伸び明らかに他の車と比較しても悪いですね。だここの状況にもよりけりですけど、でも悪くない割り込みだったんじゃないですか。雪山ロングっつってました、ショートっつってました。ロングかな、どうせ。でもここら辺とかオフロードなんじゃないの。なんでちょっと状況にもよりけりですけど、ここで万が一1位取れると、ここで万が一1位取れると、ちなみにみんなあれですね、なんかチョロ Q の金稼ぎってなんか方法なかったのかなって調べたんですけど、苦行しか書いてなかったでした。もうみんな感想しか書いてなかったですね。さあこの状況で、いやなんか2位かすげえ事故ってる。これあれだな、順繰り走るだけで取れるな。いいぞ。うん、いるけど明らかに一人浮いたところに。でも俺が順当に走っていりゃ追いつけない位置にいるから、とりあえずここはいただきましょう。並んだぞ。よし、これでブラックマリアと並んだ。次どこ。アップダウン峠か、怖え。よし、で次ドームじゃねえか。とりあえずこれで1点離した状態。次ドームじゃねえか。でビッグドームだからオフロードでいけるでしょ。でここは事故んなきゃ1位取れると思うの。めちゃくちゃ粘ってくる。やばい、ちょっと待てよ。でここはいい、このあと。くそ、おっと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 、よくないよ。お、その角度で持っとって、引っ張って登って、ここは減速で内回りで、そこからどうだ。よし、オッケー。これで今2点差。いける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 。だって最後レーシングタイヤでしょ。レーシングタイヤにして上級サーキットでしょ。いけるいける、マジで。やーべ、方向キーに力入りすぎて親指ちょいて。でもこれは一発制覇あるよ。はい、だからあれよね、冬のグランプリクリアして闇のショップ全開放したところまででクリア
だってなぜならば残りはやり込み要素だから。なのでそれはやるやらないもね、プレイヤー次第のところまで行ってるから、そこに関してはよいしょ、あい、あーっと突っ込みすぎた。そこからに関してはプレイヤーの判断になりますもんね。とで突っ込みすぎてはいるが、突っ込みすぎてはいるが、実は2位でも1位だからあんま焦んなくていいんだよね。だ全然2位ビタ1で問題ない。おっと、そう、とにもかくにもブラックマリアと1ポイント差しかつかない最後の展開が踏めればいいだけだから、だし詰めてきたよ。あー制御しきれない、結構頑張って攻めたんだけどな。でもポイントはこれで、このドライブで2位以下を引き離してれば問題ないのよ。あ、やべえ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 。ちょっと待てよ、1位はなくなっちゃったかな。1位はなくなっちゃったかな。でも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 、おっと頑張れ。たまにね、高画質テクスチャを読み込む時のね、先読みができなくてね、こうなるんですよね。ちょっとここもうエラーが出ない曲がり方。あ、それでもダメ。お前事故ったな、あのコーナーで多分。じゃなかったらその位置にいねえもんな。ちょっと無理あるコーナリングすればワンチャン見えたりする。どう、あー引き離されてる、内側から入ってって、あーダメかー。でもこれで2位とで総合成績きた。これが本当のエンディング画面ですよ。やったー、いやー諦めなくてよかったー、なんかあると思ってた。いや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 、でこれによって今冬グランプリの冬も踏破できたので、そうなることによってまあ要はあれですね、なんだっけな、悪魔パーツ系ががっつり出てくる。なので悪魔のタイヤとかであれですね、なんかもうすごい、例えばだけどタイヤは滑らなくなるとか、悪魔のエンジンはもう爆発的ななんか法外なエネルギーみたいな。でシャーシに関しては最高のシャーシで終わってる。クイックも大丈夫、ミッションも大丈夫だね、ウィングも大丈夫だから、あと買うのは、あと買うのはエンジンとタイヤかだね。ちなみにね、あれらしいですよ、最高のタイヤがオンロードの性能が512らしくて、悪魔のタイヤは 32,767 らしいですよ。バカじゃないのね。というわけでございますけども、まあまあそこはね、さっき言った通り本当にやり込み要素の世界になってきてしまうかなと思いますので、まあとりあえずね、ここまでできたのであれば良かったのではないかなというふうに思ってるところでございます。いやーマジでブラックマリアとの一戦目は引いた。まあでもね、最高のシャーシだけ変えてればね、ゲーム展開的にちょっと運べるっていうことが分かったのは良かったかなというふうに個人的にも思ったとこですね。悪魔のエンジンとか、悪魔、あ、じゃあ最高のエンジンとか最高のタイヤが必要って言われたらもう金的にどうしようもなかったので、完全に諦めようかなって思ってましたけど、まあ今みたいにね、なんとか諦めなくて済む展開になってくれたこと
本当に感謝でございます。おかげでね、私も気持ちよくね、クリアとね、高らかに宣言できる状態になりました。 Thank you for playing。 いやいやいや、最後にハテナの謎のショップ覗いとこうか。これであれ全部か。ちょっと待てよ、全勝かもしかして。だって今クリアしたよな。クリアした上で出てないな。悪魔のタイヤは前線1位優勝後だね。まあでもそれはね、隠し条件の出現条件なので今回は気にしなくていいかなと思ってますね。まあでやるとするんだったら、あとはここで粘って最高のタイヤ買う、あと1周したら最高のタイヤが買えるんでっていう感じで、最高のタイヤ買ってエンジン買ってって感じですけど、まあそれはね、趣味でやる程度でいいかなと思いますので、今回はこの辺でというわけでございまして、無事ですね、春冬のワールドグランプリクリアすることができました。というわけで、あとはともしよろしく。というわけで2連続でレースゲームをお届けしてきたが、無事にクリアできた矢神、次回は果たしてどんなタイトルの挑戦が待ち構えているのか。まだまだゲームマスターは終わらない。次回に続く。チョロQというネーミング、チョロチョロ走るキュートな車というコンセプトからチョロQとなったらしいです。知ってましたか？友は知りませんでした。バイバイ。